どうも、ベテランチです。ということでね、時は例は、えー、なんとですね、僕のおかげで付き合った高校生カップルがいます。いやー、うーん、感慨深いね。うん。感慨が深すぎて、深ひれになったという感じなんですけど、まあ、あの、突然 DM 来まして、あの、 ベテランチさんのおかげで初めてちゃんと付き合うことができましたありがとうございますっていうねでこの LINE のねまあこれもあの本人に動画にしてもいいって言って許可は取ってるんですけどまあ、これがまず最初の LINE ね、えー、こんにちは追加ありがとうねこんにちはベテランチがすごい好きなんですけどホームがベテランチだったので追加しましたわらわら 理由おもろ今も食べながらベテランチ見てたわあのなんかね高校生らしくてその高校が男女でなんか学校は男女両方いるんやけどちょっと分かれてるみたいな男女ででなんか LINE の全体グループから個人 LINE に追加してで仲良くなるみたいなのがよくあるらしくてでそこでその俺の画像を LINE のヘッダーにしてたことで 女の子の方からそのベテランっちが好きなんで LINE を追加しましたっていうのをきっかけで,で LINE するようになってであの付き合ったらしいです告白したところの LINE も一応送られてきててこれもまあ使っていいんかな僕も好きな人いるんだよねえそうなの誰これ言ったら明日会えないかもだけど好きです付き合ってください <laughs> あの一番よくあるあの <laughs> あの、ネットでよく見るコピペみたいな、あの、実は俺今気になる人いるんだよね、わらわら。え、誰なの実はあなたです。付き合ってください。っていうのを、えー、高校1年生がやって、えー、付き合ったらしいです。で、結果 LINE で、えー、マジで背景ベテランチにしといてよかった、わらわらわら。本当だね、よかったね。うん。<laughs> えー、1万円ください。 あのー、これお金もらってもいいよね。やし、もう、この子の彼女じゃなくて、俺の彼女やな、これもう。うん。もう、俺の女やな、これは。といっていいでしょう。うん。いいね。高校1年生らしい。うん。エッチしたエッチした ちゃんとエッチするときも俺のこと考えながらエッチしてな絶対な絶対俺の動画流しながらエッチしてなうーんいやーまあ冗談はさておきいいよね甘酸っぱいねうーん俺は俺うーんなんかうらやましいなでもなんか損してるな 俺は別に得してななないもんななんか俺のこと好きな俺のファンの女の子やったのに俺のファンの男の子は得してて俺は別に得してないっていうまあ別に高校生やから俺がその高校生と付き合いたいみたいなのないけどそのなんか仕組み的になんかこう損してるよなうーんなんかまあっていうことでまあ動画のネタにしたんでまあでもその分回収かこれで。 まあこれが1万回再生されたら1000円回収か。はい。まあいいでしょう。許します、えー。というわけでね。うん、でもこれね、もう付き合ってから8ヶ月経ってるらしい。あの、もう6月とからしい付き合ったの。なんで今 DM してきたんやろっていう感じなんやけど。なんか、安定期に入るまでちょっと待ってみたっていうことなんかな。わからんけど。まあね。なんせ、まだ高1なんで。 まあの、高一の時に付き合って、まあ、結婚する可能性ももちろんありますし、いつかは別れるかもしれませんと、こんな言ったらひどいですけど、まあでもね、別れるとしても、まあ、僕のおかげで付き合えたっていうことは、まあ忘れずに、うん、感謝していただいて、まあなんせだって、最初の彼氏、最初の彼女でしょ、多分いや、それをね、もう人生を変えたっていうことやからね、それ、視聴者の。 うん、お金ください。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。